はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ゼレンスキー大統領のサミット参加はですね、ロシアの孤立が鮮明になり、中国に踏み絵を迫るものになると、昨日推測しておりましたけれども、中国共産党全然関係ないのに、我慢できずに、サミットについての声明を発表。黙ってらんないんだね、こいつら。我々は、解放、包容の原則を維持し、分裂や対抗を引き起こすのではなく、地域や世界の平和、安定と発展を促進するため、積極的かつ建設的役割を果たすよう希望する。これはサミットに希望するみたいなんですけれども、平和と安定と発展を、お前らが積極的にやれーみたいな、なんだその都合いいのは、いう感じでありますけど、分裂や対抗を、対抗を引き起こし、地域の安定を、平和を脅かしているのは中国共産党ですよね。ロシアとね、一般判断です。仲間外れで悔しかったのかな。それな、一帯一路も崩壊したし、今更すり寄ったり一口噛もうとしても遅いわ、世界の敵が。金平も来い、蜂蜜あげるから。綺麗事言うけどやってることは下道。それはロシアに言えよ。何が言いたいかよくわからん。気持ち悪いから黙っとけ。まあどうせお前が言うな案件なんで、何言ってるか理解せずともいいですね。嘘つきの言葉に耳を貸すのは全くの時間の無駄なんで、中国が苦々しく思ってもですね、15時30分頃、ゼレンスキー大統領が広島空港に無事到着したそうであります。米軍機で来ると聞いてたんで、最寄りの米軍基地に着陸するのかなと思ってたのは、なんとフランス政府機でした。米軍機っていうのは攻撃を諦めさせるフェイクだったのかな。でね、一般判です。とうとう日本で生演説か。今度は出現専用にな。いつもと同じ服かな。警備大丈夫なんから、サミット大成功で岸田支持率上がってまうな。ツイパヨがアメリカの演出だ、サミットなんか意味がないって暴れてるらしい。ツイパヨっていうのはツイッターに生息するパヨってことですね。胸をぐぬぬ。飛行機から降りてくるとこ生中継されてて、めっちゃ普段着で一人ぼっちで飛行機から小走りで降りたらしいであります。自国の護衛は連れてこなかった模様。あと ANN って日テレですか。そこがですね、飛行機使ってなんかずーっと生中継してて、逐一ね、ゼレンスキー大統領がどこにいるかとか分かっちゃうのね。これ警備上ダメなんじゃないの。待ち構えてるやつとかさ、あとヘリ飛ばして空撮して大統領の車を追っかけて、それもずーっと生中継してるんですけど、これは警備上危ねえぞ。むしろですね、それの手助けしたいっていう意図なんですかね。なんかあったらいいなぐらい思ってんですかね、日テレはね。ログでもねえな、本当に日本のテレビはね。これは警備の責任重大ですね。自国のガード連れてくるんだったら、日本の警察と、フランスが飛行機用意したんだったら、まあ、フランスも手貸すだろうし、警察幹部は胃がキリキリしているのでは。広島県警の幹部。日宇首脳会談、米宇首脳会談やって、G7 会談にゲスト参加し、ウクライナ情勢を説明。あと支援もしてくれって言うんでしょう、きっと。原爆資料館も視察するそうで。これで支援取り付けて成果残したら、アタオカのロシア擁護派はぐぬぬですね。ウクライナはネオナチとか言って、だからなんだって話なんでね。我々は、っていうか日本と日本人は、ウクライナを応援して、ロシアを徹底的に弱体化させるべきなんですよ。ウクライナは北海道に攻めてくる心配ないんだから。ロシアはあるけど。したらロシアが弱ってくれるのが我々の利益、国益ですよね。G7 首脳、原爆資料館を視察し、慰霊碑に献花。
オバマ大統領も視察したんですけれども、たったの10分で、批判されました。今回は40分みっちり、見て回ったそうであります。一般判断、アメリカは複雑やな。アメリカの悪事を永久に宣伝する施設だもんな。安倍総理も真珠湾資料館行ったから終わり子だろ、過ちは繰り返しませぬを前にしたバイデンがシュールだった。まあ、過ちを犯したのは、まあ、アメリカですからね。民間人無差別大虐殺っていう過ちを犯しましたよね。日本にとっての過ちはですね、まあ、負けたことですか。負けさえしなければ過ちではなかったんだね。資料館を出てきた首脳たち、何とも言えない空気感だったようであります。それは笑顔ではいられませんな。中にどんな資料があるか私は知りませんけれども、きっと悲惨な写真とかそういうのはあるでしょう。サミット国の中で核を保有してるのは米英普通ですよね。使ったらこうなることに、こういうことになるのかって知ってもらいたいですけどね。バイデン大統領は特にヨロヨロしていたようであります。サミット中ずっとなんかヨロヨロしてんだって。終始ぼーっとしてて、こっちですこっちですって言わないと、自分の行く方向わかんない。資料館の中身も、まあ、理解しているかどうかは不明なんですけれども、安倍総理もですね、真珠湾攻撃の犠牲者に献花してるし、まあおあいこであります。靖国神社の優秀館にも招待すべきだな、これな。80年前のことで今を生きる人が反省も謝罪もする必要なし。だってその頃影も形もなかったんだろうね。それは米国民も一緒であります。欲も原爆ほどしたなーなんて、アメリカ人名なんては言わないっすよね、日本人は。全国のパヨさんが太鼓持参で広島に集結しております。サミット粉砕デデデンデンデン、侵略反対デデデンデンデン、戦争やめろデデデンデンデン。でね、これ首脳の車列が通過する予定の沿道でストリートレイプやってるのって、元気に。どうやらゼレンスキー大統領訪日が一番尺に触ったみたいでね。こんな集会もやっておりました。参加してんのは20人ばかしのおじいちゃんたちだったようであります。帝国主義の世界戦争、核戦争会議、なんだそれって。何サミットがそうだっていうの。帝国なんだから帝国主義でいいんじゃないの、日本は。日本は天皇陛下は世界唯一ディエンペラー、呼ばれる方ですから、日本は帝国ですよ。それが帝国主義で何が悪いの。核戦争会議って一番今核使いそうなのプーチンだろうって話なんですけど、なんか頭がおかしいでは、なんか物足りない、バカ野郎では何か物足りない、なんだ長靴と作業着履いたこの畑作業の途中抜けてきたみたいな白髪のこいつどっから湧いてきたのって話なんですけどね。一般判断です。ロシアに対してではなく、侵略されているウクライナを支援している国々に対してウクライナ戦争やめろと横断幕掲げてる頭の悪さに絶望。中国侵略戦争阻止はさすがに、中国は海洋進出やウイグル弾圧をやめろという意味かと思ったら、どうもこれも米国は中国の侵略をやめろ、中国を侵略すんなという意味らしい。認知の歪みが限界突破している。ツイッターにも多数いるけど、進路派って頭おかしい。騒いでる主体はどうやら中核派、ほぼ間違いなく広島市民じゃない。誰も頼んでないのにいつの間にか市民の代表になったおじいちゃんたち。ロシアでロシアに言うべきことでは、平和を求めているのに粉砕とは。50年ほど脳みそが停止してるので粉砕とか使っちゃうんですよね。現地の人間はほとんどいないそうで、まあ、全国から集まったパヨの晴れの舞台みたいであります。勝手に広島市民名乗ってんじゃねえよ。お前ら普段も偽名で生活してないか、通名とかいう、偽名で生活してないか。ウクライナ戦争をやめろイコール支援をやめてロシアにウクライナを蹂躙させろっていう意味らしい。頭がおかしい。バカ野郎では物足りない何か。日本を無抵抗で人民軍に差し出したいですね。 C 和夫の流れなのか、
エージェント宗男の手下なのか、とにかく社会が混乱すればそれでいいのかっていうのは不明であります。こいつらね、あたおかが、頭がおかしいのが海外に報道されたら恥ずかしいですよ。それにこいつら日本人かどうか疑わしいでしょうが、日本に恥かかせるためわざとあたおかの狂った主張をしてる可能性も若干あるなぁ。で、人数少なかったなって、こいつらも20人ぐらいしかいなくて、多分これね、もう足が弱って、現地にたどり着けないとか、長期入院してるとかで、だん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 数が減ってですね、足腰しっかりしてるやつ、お前なんか喋れ、なんて言われて、まあこのマイク握ってる、やつは、エース。なんだろうな。こんななりしてっけどな。というわけで、明日が本番みたいですね。ゼレンスキー大統領、会議に参加して、また続報を待ちであります。サミットのことばっか言っちゃってますけれども、まあ申し訳ありません。まあ一大イベントですしね。というわけで、メール等にさん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そこからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。